元の少女たち。テレビアニメ化企画も進行中。あの大人気爆乳ハイパーバトルの第2弾が登場。私たち5人を華麗に操って、さらに激しくセクシーにスピード感あふれる爽快アクションを体験できるわよ。前作では語られなかったもう一つの戦乱神楽、今回は私たちヘビ女子学園メンバーから見た全く新しいストーリーを楽しめるわ。新キャラクターも登場しますか。私たちヘビ女子学園の鈴音先生ですわ。悪と善、影と光、相反する二つが交錯するとき、物語は私たちがあんな軟弱な連中に負けるわけがないかな。私はこれどこまで読めばいいの。ちょっと二人とも、台本にないことを言わないでくださいまし。今回もノベルパートとアドベンチャーパートを採用してますの。これで私たちの今までに伝えきれなかったさまざまな感情や思いが皆さんに知ってもらえると思いますわ。いつも台本なんて普段読まないし、そしてアクションパートもさらにパワーアップ。新技や生まれ変わった秘伝忍法に熱く胸が盛り上がるアクションボイスが増えて、さらに爽快さもアップ。ギッタギタにしてやる。台本なんかなくてもいいじゃないの。それに巻き込まれて私も調子を狂わされてしまうし。ここか。で、いや、無視すんな。画面ねむらね。そろそろやっぱりみんなお待ちかねのこれよね。コスチューム破壊。激しく交差する少女たちの儚い散り際、いやドキドキするわ。今回は更衣室が待望の 3D 対応。私たちの可愛いコスチューム姿がもっともっと堪能できるわよ。先着購入特典は少女たちの極秘対応。さらに胸躍るドキドキのセクシーハイパーバトル。さあ、私たちの戦いを楽しみにしてくれ。戦乱神楽バースト、グレンド少女たち、8月30日発売予定。命がけで取りに来な。